能登半島地震で被災した石川県七尾市の能登島で中学生や高校生らが家具などを運び出すボランティア活動をしています。能登島の東に位置する野崎町で活動するのは愛知ボランティアセンターが募った中高生を含む43人です。被害に遭った住宅で家具や食器などの運び出しを行っています。野崎町では復旧が遅れ断水が続いていて現在も県による建物の被害調査は行われていないといいます。木材とか食器とか日常のもうあっという間に奪ってったな。ありがとうございますとかお疲れ様ですとかも温かい言葉かけていただいて本当に助かったね。自分で出したら絶対出せんし。先週末から能登島の支援を始めて今回が3回目の訪問です。団体では今後も参加者を募り継続して能登島を支援する方針です。